こんにちは、心コーナーです。今日はウクライナの民話手袋というお話を日本語でご紹介したいと思います。手袋、ウクライナ民話、才話、渡辺桃、立体制作、渡辺千代美、写真、田村実。寒い寒い雪の日、森の中に手袋の落とし物。ネズミが見つけて言いました。素敵、私のお家にぴったり。手袋のお家はポカポカ、とってもいい気持ち。そこへカエルがやってきました。手袋に住んでいるのは誰？ネズミよ。私も入れて。どうぞ。そこへウサギがやってきました。手袋に住んでいるのは誰？ネズミとカエルよ。僕も入れて。どうぞどうぞ。そこへキツネとオオカミがやってきました。手袋に住んでいるのは誰？ネズミとカエルとウサギだよ。僕らも入れて。困ったなあ。入れるかなあ。ちょっと詰めれば大丈夫だよ。そこへクマがやってきました。手袋に住んでいるのは誰？ネズミとカエルとウサギとキツネとオオカミだよ。私も入れて。クマさんは無理じゃないかな。入れるかどうかやってみましょう。クマはお尻をキュルンキュルンと振りながらやっとのことで入りました。手袋はぎゅうぎゅうです。ぎゅうぎゅうポカポカ、みんなの素敵なお家です。この物語は寒い冬を舞台にした動物たちのやりとりを通して仲良くすることの大切さを学ぶことをテーマにしています。動物たちの種類や大きさの違いにも注目してみてください。今回の動画を楽しんでいただけた方はいいねと登録をよろしくお願いします。